南浦嗣ぐわき遠鏡元年12月29日は、鎌倉時代の臨済州の僧。出自については不詳であるが、駿河国安倍軍イグル村の出身。忌ミ名はつぐわ道号は南浦。直至号は、遠通大王国師。幼くして、故郷駿河国の他郷寺に学び、1249年、鎌倉県長寺の乱慶道高に参戦した。 1259年層にわたって、今日、道佐都主義の方を継いだ。1267年日本に帰国して、県庁寺に戻り、その後は1270年筑前国高徳寺。1272年、博多総福寺の十字を務めた。1304年、郷田上皇の招きにより上落四万十字に入る。 1307年鎌倉に戻り県庁寺の十字となったが、1309年に75歳で死去した。門下には、宗法明朝、京を運ぶ寮などがいる。没後の延京2年、郷田上皇から、延通大王の国志号が送られたが、これは日本における禅僧に対する国志号の最初である。南浦津具脇から宗法明朝を経て、関山永遠へ続く法径を、 王道関といい、現在、日本林済宗は皆この包形に属する。静岡市青池井,久井宮町に、嗣秋出生の際、産湯の水を汲んだ糸とされるものがある。大王国州産湯の糸して、静岡市の文化財である。ありがとうございます。